はい、皆さんこんにちは。今日の動画のテーマはドルゾーンでボールを前に進めるです。ベースとなるフォーメーションは 1-4-4-2、 対戦相手は 1-3-4-3 です。それでは解説を始めます。今回の動画は6つの場面を作成しました。相手とのマッチアップを確認します。青のエリアでは相手の3トップに4人のディフェンダーが対応し、数的優位となります。赤のエリアではサイドの7番と10番の位置を高く取り、数的不利となります。相手の10番と8番の対応により数的同数となることも予想されます。オレンジでは数的優位となり、相手が対応したら数的不利となります。相手のユニットは中央に集まった形になります。サイドが手薄となり、数的優位を作りやすくなります。相手9番に向かってボールを進めます。ファーストラインを超えるエリアに6番と8番がサポートします。セカンドラインを超えたエリアに9番と11番がパスコースを作ります。ラインの前で5番と3番がサポートして、確実にボールが動くようにパスコースを作ります。相手の11番が対応を確認して6番にボールを渡します。ボールを動かしゴール方向に振り向きます。赤のエリア、黄色のエリアにサポートします。9番に素早くパスしてセカンドラインを突破します。ラインを突破するパスを出したら素早くサポートに入ります。ボールを相手に奪われないようにパスコースを作ります。8番にボールを戻し、相手の守備をかわしていきます。正面のパスコースに11番がサポートします。サイドにできたスペースに10番と2番がサポートします。10番にパスします。最終ラインを超えるエリアに11番がパスコースを作ります。同じラインのエリアにもサポートします。相手の3番と10番の間を抜くスルーパスを出し、11番に渡します。それでは 3D の映像を見ながらイメージを膨らませましょう。2つ目の場面は3番がファーストラインと同じラインまで上がりボールを受ける場面です。相手の11番に向かってボールを進めます。中央のエリアにラインを越えるパスコースを作るため、6番と9番がポジションを取ります。3番にパスします。相手の8番がプレスに来ます。ラインを越えるパスコースに7番と9番がサポートします。同じラインに6番が入り、後方に4番がサポートします。7番にボールを渡します。ボールを動かしながらゴール方向へ振り向きます。相手の2番がプレスに来たため、その裏のスペースに9番が走り込みボールを受けます。同じラインの黄色のエリアに6番がサポートします。9番にパスを出し、ボールをゴール方向へ進めます。それでは 3D の映像を見ながらイメージを膨らませましょう。3つ目はサイドに広がり、中央のパスコースを作り、ボールを動かす場面です。ボールを進めます。3番と7番がサイドに広がります。6番がセカンドラインの相手の5番に近づき、引きつけます。そこにできたスペースに9番がパスコースを作ります。5番は後方でパスコースを作り、サポートします。一瞬の隙をつき、9番にパスします。ボールを取られないようにコントロールします。最終ラインを超えるパスコースに7番がサポートします。その動きに相手の8番が引きつけられてできたスペースに3番が入り、パスコースを作ります。6番が後方でサポートします。3番にボールを渡します。前にできたスペースを確認します。
パスを出す人とパスを受ける人がタイミングを合わせてボールを前へ進めます。最終ラインを越えてボールを受けられたらスピードを落とさずにボールをゴール方向へ動かします。それでは 3D の映像を見ながらイメージを膨らませましょう。4つ目は両サイドがワイドに開き、相手が下がり対応してきた場面です。ボールを吸盤に向かって進めます。両サイドが高い位置を取ります。中央でボールホルダーに近づき、数的優位を作ります。5番にパスしてラインを突破します。相手の6番がプレスに来ます。セカンドラインを越えるエリアに11番がサポートします。黄色のエリアにも確実にパスコースを作り上げます。相手のプレス状況でラインを突破するパスを出します。11番がボールを受けます。素早くサポートします。相手のプレスに触られないようにボールサイドにサポートします。10番にパスして素早く動き直します。ラインを突破できるエリアを狙います。11番が素早くサポートします。サイドでは2番がサポートします。相手の3番と10番の間を通してスルーパスを出します。11番が再びボールを受けてラインを突破していきます。それでは 3D の映像を見ながらイメージを膨らませましょう。5つ目は7番がインサイドを入り、相手の2番を引きつけて9番が受ける場面です。ボールを相手の11番に向かって動かします。6番は中央にポジションを取り、相手の5番と6番を引きつけます。7番はインサイドに移動し、相手の2番に対応させます。3番はサイドでファーストラインと同じラインに立ちます。9番がセカンドラインの手前まで下がりボールを受けます。同じラインに欠かさずサポートします。相手の2番がプレスに来たため、7番へのマークが外れます。素早くボールを7番に渡し、ライン突破を図ります。サイドから3番がオーバーラップしサポートにします。中央でもシュートチャンスを作るため、11番がポジションを取ります。3番にボールを渡します。それでは、3D の映像を見ながら、イメージを膨らませましょう。6つ目の動画は中央を利用しボールを動かす場面です。ボールサイドはサイドに広がり相手をおびき出します。中央にラインを突破できるようにサポートします。6番にボールを渡します。相手のマークをかわしながらボールホルダーに近くにサポートします。前を向いている8番に素早くボールを渡します。前にスペースがあればボールを持ち出します。スピードを上げすぎないようにします。その動きに対応した相手を確認してプレイを決断します。9番にパスします。一瞬できたパスコースを逃さずに利用します。相手のプレスが強くなります。相手の位置を確認し周りが素早くパスコースを作ります。相手の間を通すパスコースを作り出します。10番にパスしてボールをゴール方向へ動かします。それでは 3D の映像を見ながらイメージを膨らませましょう。
皆さん最後までご視聴いただきありがとうございます。動画を見ていいなと思いましたら高評価をお願いします。またチャンネル登録もお願いいたします。皆様の高評価、チャンネル登録が動画を作る心の支えとなっております。ぜひよろしくお願いします。